こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第273回をお届けします。石原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今日はですね、273回。 40代、技術職の方からいただいています。iTunes で偶然見つけてということですね。はい。ポッドキャストのダウンロード数を増やすためには、レベルの低い人も取り込む必要があるため、もしかしたら答えていただけるかと思い思い切って質問いたしますと。はい。神<か>、ね、が面白いね。ねはい、私は専門知識も技能、コミュニケーション能力など全くなく、どんな仕事をしても全くうまくいったことがない会社員です。電話を取る、与えられた内容を入手するなど、一人称レベルの仕事でもうまくできないくらいです。 そんな,なので、職場でも居場所がない状態です。どうしたら社会人として常識レベルの仕事ができるようになるのでしょうかあまりやりがいのない質問で申し訳ありません。ビジネスだけでなく、人事や心理学にも詳しく、石原先生しか相談できない質問です。<laughs> どうかよろしくお願いします。<laughs> これは、ちょっと面白いですね。君、どういうふうにこれ質問自体を読み解きますかね。いや、でも、この方、僕もさっきちょっと見たんですけど、なんか優秀じゃないというか、どうしようもないみたいな感じで書いてますけど、 どうしようもなくなさそうですけどね。文章上手だよね、うん。もうこの最初のつかみがあって、ちゃんとね、最後あまりやりがいない質問で申し訳ないませんこうなんかあの、文章自体は相当賢い人に見えますかね。この人エッセイとか書いたら皮肉なエッセイかっ結構人気エッセイそうになりそうと <laughs>。そっちかそ。そうそうそう。だからなんかあの、能力を感じますけどね。だね。はい。 えー、居場所がないのに、うん、基本的にはちゃんと技術職で会社にずっといるわけだから、<laughs> はい、多分あのちゃんとした仕事ができるというか、うん、まあちょっと頭いいんじゃないかな、逆に。うん、しかも40代だから、ね、ま、23歳で居場所ないだと今後わかんないですけど、ずっと来てるわけですよね、そうそうそう。うん、価値観がやっぱそういうふうに、ちょっとこう、うん、仕事となんか違うところにあったりとか、うん、周りの人がそんなにこう、賢くないんで。うん この人が一人称もうしたくないのかもしれないみたいな、うんうん、いろんなこと思いますけどね、これでもあの質問をもらったのは、はい、まあこの人は問題ないと思うんだけど、うん、そのなかなかその職場の中で一人前になっていけない人もいるのかなと思いながら、はい、なんかこういう質問たまに来るもんね。うんうん 一人称じゃなくて、まだ半人称ですみたいな質問をなんか過去にあったんでね。えー、だから、まあ、そういう意味では、これ4月に流すの ?5 月の。そうです、4月ですね。月ねちょうどフレッシュマン。なんで、フレッシュマンの人も入ってくるかななんて思って、お答えしようと思ったんですけど、うん、早川君だったら、これ、その、 新人の人に向けて回答するとしたらどんなことを言いますもうちょっと詳しい内容を知りたいですねその電話を取る与えられた内容を入手するなど一人称レベルの仕事でうまくできないくらいですっていうでもそのやり方がそもそも合ってるか合ってないかですから、ねなるほどうん、まあもうちょっとこう,もうざっくりと答えると、うんうん、頭がいいということと。はい 仕事ができるとか、うん、能力があるっていうのが、うん、こうこうなんとなくマッチしてるような、アンマッチしてるような感じがあって、はい、勉強ができることと、うん、社会に出て仕事ができることって、ま全然別ですよね。うんで、それはあの、まあ、これ、多分そのいろんな立場の人が聞いてると思うんで、自分のこととしても捉えるのにね、うん、例えば自分を教える側で、新人をこう迎えちゃうっていう人にも。はい まあ参考になると思うんだけど、はい、人間の脳みそって大きく分けてこう2つの方向があるわけですよね。ねでそれは何かっていうと教えてもらったことを学習してできるようになるっていう、うん、頭の回転と、うん、から自ら考えて物事をやっていくという回転をする脳みそと、うん、どうもそのこの2つの方向があって。はいはいはい 学校で頭がいいっていう人の結構大半が教えてもらったものを暗記してそのまま答え出すみたいな感じが多いよね。うん、それ僕でした。え、どうこと学校の暗記が抜群で、うん、まあ、あの、これ一歩間違うとブーイングでしょうけど成績めちゃめちゃ,めちゃ良かったんですよ。うん、あら、そう。小学生でした。あの、奨学金もらってました。え勉強ができたので学校の成績良かったので、高校の時ですが、うん、すみません、話挟んじゃったんですけど、うん。うん <laughs> 社会出てご覧のように苦労しましまた、うん、全く能力別ですよ、ね、あそう。言われたことは完全にできますし、まあ、会社出てからもその言われたことをこなすのはできたんですけど今<ー><ー>先生のおっしゃってることは思わず口を出したくなってしまうほどぴったり僕そそれですの頭がいいっていうのにさ学校の勉強ができるのにも、うん、本当にこう2つあって教えられたことは完璧に答えますっていうのと、うんうん、何にもない状態で答え出すっていうのって。 やっっっぱちょっと違ってて、うん、学校の勉強ができる子の中の大体9割ぐらいが教えられたことをそのまま答えるって感じ、ねはい、で、1割ぐらいが、まあ、もっと少ないかもしれないけど、うん、勉強が全く苦にならないっていうか、はい、知的好奇心のまま勉強してるみたいな形ね、うんはい、だから、うんまあ、よくその東大の方たちともお話したり、僕はあの、うん、IQ がすごい高い、面接の方たちともお話しするんだけど、やっぱりそのものすごく頭のいい人って、 っていうか地頭のいい人っていう表現は、うん、自ら考えるサイクルで発展した人ね。はいうん、でそういう意味では社会人になって一番最初に教えてもらうか、うん、何かの表紙で自ら考えるようになるかっていう、はい、その、うん、ボタンをこう,そうです、ね、掛け替えるっていうような、うんうん、これはの自助努力としてもそ,うそれが必要だし。受け入れる側の、うん まあ上司先輩会社の仕組みそのものもそういうふうにするとすごくいいんだけど、ね、確かに、うん、その辺ってなんか僕はもう崖から突き落とされて起業さして、うん、<laughs> それでできるようになりましたけどある程度どこで変わった自分で考えるって いや、まあ本当に起業してからですよね。だから番組でも言ったことあるかわかんないですけど、うん、かつて勤めてた会社、うん、ちょうど先生に起業するときに相談したときに、もう辞めること決めて、当時の会社でのクライアントに会いに行ったんですよ。で、そのときに会社員だったときは全然提案もできずに、当時の社長にももう怒られてて、なんでそのゼロから言わないのって君は起業しても絶対うまくいかないよって言われて、うん、でももう辞めること決まった後に、 クライアントににに挨拶しに行った時に、うん、そこのクライアントのいろんな,なんか穴が見えて <laughs> で僕自分がつまりポッドキャストでこういうことをやったらうまくいきますよっていうのもある意味生意気にガーって言ったんですよ、うん、自分で考えてそうしたら刺さってそのままお客さんになったんですけどポッドキャストのまあどこの会社かは言わないですけどへえすごいねだからいや何が言いたかったかっていうとやっぱりその会社員の時ってやっぱり僕もう言われたことしかできなかったので逆に それを外部の人に何か提案したり、何かアクションを起こすことがリスクっていう脳みそだったんですよ。言わないことが、あ、何か言うことがリスクか。アクションを起こすことが。へ<ー>だけど当然起業、ね、起業したら言わないこと、提案しないことがリスクって思うようになって、やっぱり自分がその、まあ、コンサルの仕事もそうでしょうけど、言わないと自分の存在価値がない、証明がないっていう,うに思うように <laughs> 変わりましたね、やっぱり起業して。面白いね、人間って。はい。えー、あ,あ、そうなんだ。分かりましたかね、今、そんな感じで。だから、それがね、何歳で来るかなんだよね。うん、できれば、小さい時にその回転持った方がいいみたい。うんいいねうん、僕は29ですからね、それ。 そうか自分がいつだったのかなとか思うとやっぱりもう、うよね、なんかこう、回想するよね。うん、あの前もほら、この番組で言ったと思うんだけど、今、幼児教育系のことを相当多く研究していて、やっぱその幼児教育やってた時にも、研究してる時にも、教えられてものを覚えるっていうのと、自ら考えるようになるっていうのの差がやっぱり結構重要で、まあ、その世に言う学習塾は、全部あの暗記させ系なんだよね。うん 素頭が良くなるかどうかって結構微妙だなとか思ってて、うんうん、でこれって幼児に限らず、はい、企業の中での、ね、研修とかなんかでも全部役に立つんじゃないかなみたいなことを思ったりとかするんだけど読書をする人っていうのは基本的に教えられて で物事を吸収するっていうよりも、はい、面白くなって読んじゃうっていうような思考になれば、うんうん、学習するって感じはするけどねああその本の読み方もですよね、うん、単純に自動的なのか能動的にこれもっとこうしてみようとかどうなんだろうって考えてみるとか、うん、そうだねだから上司部下でのアプローチの仕方で親切丁寧にされすぎるとだいたい教わる人になっちゃうよねうううんうん、うん。微妙なんだけど、ね、放置されるとしょうがないから、うん なんか突破しなきゃいけないんで、自ら考えるようになるというのもなくはないよね。その辺のさじ加減がまさに一番難しいところだと思うんですけど、どうなんですかね。いやあのも僕もいろんな会社とこうお付き合いするんだけど、うん、もう全く社員同士のコミュニケーションをしなくていいっていう会社もあるし、まあするなっていう会社もあるね。はい、それからその新卒に対して全く関わらない、うん、関わってはいけないっていう仕組みを作ってる会社もあるよ。はい それでもうまくいってる、うん、関わらないと、うん、要するにその新卒のの教育そのものがないもちろんこれは、ね、どういう会社かっていうと、周りが相当仕事してて、はい、高回転でやってないと意味がないんだけど、その高回転でどんどん成果を出してる中で、はい、自分だけがポツッと置かれる状態になるね、うん。ポツッと置かれて、先輩に質問しても、いや、別にいいんじゃないっていうことを、はい、言われ。うん でまあ、例えばその会議に出ても全く当たらず、うん、議録取れも何も言わないで、うん、終わったら解散みたいな、はい、いう感じの会社もあってねその会社はめちゃめちゃ面白いねいろんな会社あるんですねうんでそうするとの法治ずつされるとどうなるかっていうと、うん、もうほぼいじめにあったような感じになるんだね、うんうん、だからいじめになったような感じの中でもがき苦しみながら自らやる っていう風な形で、うん、その会社はまあさっきの話で言うと、うん、教わることから自分で考えて行動しだすっていうのを会社全体が待つっていうね。うん、いやそれもある意味仕組みなんですかね。もう完璧な仕組み。だから上司はうちの会社はそうやって教育してるよっていうこと言ったら言及です。ぐらい厳しく。 まあ先生、今日の中でね、そのまあ、今の仕組みと、あと事情努力ってありましたけど、改めて、まあ、この方、聞いてる方にまあ最後、まとめだと、どういういことがアドバイスだとして、うん、だか自分の脳の回転が、教わって物事をやるっていうところから、うん、自ら考えて何かするっていうと、積み重なって人は成長するんだよね、うんうん、だから、そっちの回転になってるかどうかっていうことを、うん、まあ自分が理解してもらったらいいし。はい たぶこの人ちゃんとできてると思うんで、うん、まあ新しく社会に出る人たち <laughs>、はい、だから上司が部下をどうやって教育するっていうふうに考えた時には、はい、そういうような方向、うん、であと本人も分かんないから、はい、ででねねね教わったことを理解して物事やろうと思ってないっていうさ、うん、自ら考えて物事をやるっていう回転に入ってないよねっていうのを まあ理解してもらってそこからこう考えて何かするっていう方向に行かないとビジネスの中ではまあついていけないよっていうかいじり前になれないよとか成果出ないよっていうふうにお話したらいいかもしれませんねはいありがとうございます石原家の経営のヒントプラス273回をお届けしました石原先生ありがとうございましたありがとうございました